お世話になっております。日本の人口増加を目指す男、藤江です。去年まで自民党の国会議員の秘書をしておりまして、現在、河野太郎大臣にツイッターブロックされております。藤江でございます。先日ですね、YouTube でもツイッターでも河野太郎大臣にね、僕ブロックされましたという報告を申し上げましたところ、多くの方からね、私もブロックされてますよというようなコメント、励ましのコメントでしょうかね。私も一緒ですよって。いただきました。そして、僕はね、ブロックされる前から、河野太郎大臣ってね、よくブロックをされるということで、著名な方でしたんで、僕聞いてみたんですよ。はい、ツイッターでアンケートを取りました。こういったアンケートですね。私がね、河野太郎さんにね、ツイッターでブロックされてる方いらっしゃいますか？あるいはブロックされていませんか？ということで、どっちですか？ということで、アンケートを取りました。で、10月6日からね、7日の24時間のアンケートでしたけれども、多くの方に答えていただきました。1600名以上の方がね、答えてくださってた結果がこちらでございます。はい。ブロックされているがね、20.3%。ブロックされていないが 79.7% ということで、およそね、2割ぐらいの方がブロックされていると答えてくださいました。で、これ注意ですけどね、何も日本国民のね、2割が、河野太郎さんにね、ブロックされているということではね、決してありませんからね。あくまでね、僕のツイッターが届く範囲、僕のツイートがね、届く範囲だから、いわばね、ワクチンにね、慎重な方がね、多いと思うんですよ。答えてくださった方ね。その中ね、僕のツイートが届く範囲の中で、2割の方がブロックされているというふうにお答えしてくださいました。で、僕注目したのはここなんですね。1633名。答えてくださった中の 20% なんで、これ大体ね、330名ぐらいの方がね、ブロックされてるということですね。僕なんかがね、僕みたいなもんがね、たった1日ね、ブロックされてる方いらっしゃいますかって聞いたら、330名の方がね、私もですって、ブロックされてますという方がね、いらっしゃったということでね。これどう思うかはね、人それぞれですがね、僕はこんなに簡単にね、何百人もブロックされてる方がね、お集まりいただけるんだということで、びっくりするぐらい多いなと思っていますけれどもね。もちろん、ツイッターの匿名のアンケートなのでね、あくまで参考ということでね、ご了承いただければと思いますけどね。あとですね、コメントやね、リツイートたくさんいただきまして、その中で興味深かったのがですね、いや、藤江さんよと。ね。星田さんって、皆さんわかりますかね？星ちゃんってね、名前で、芸人でいらっしゃいますよね。僕もね、天然素材というね、グループの時からね、ずっとね、見てね、笑わせてもらってる方なんですけれどもね、この星田さんに、ブロックされてる可能性がありますよって、ということと思ってね、なんか河野さんにブロックされてるとね、星ちゃんにもブロックされてる可能性が高いみたいな話があってね、何それと思ってね、僕チェックしたら、ブロックされてました。星ちゃんにね、ブロックされてました。これ何なんでしょうね、皆さんね。僕全くわからないですね、この見解はね。はい。とかね、ほんと楽しいコメントたくさんいただきましたね。河野さんはね、もうレゴだと。ね。河野さんはレゴであると。皆さん意味わかります？河野太郎大臣とかけてね、レゴと解きますと。ブロックですと。ということでね。レゴではないかということで。そうしたらね、これに対するコメントで、いや、レゴではないと。レゴは可愛いと。河野さんは、エゴだというようなね、感じで、もう楽しいコメントいただき、ありがとうございます。それからね、あとね、もうね、もうブロックされていないことをね、皆さん悔やむんですね。河野さんにね、ブロックされてこそね、ワクチン慎重派を名乗れるみたいなね、そんな雰囲気があるんでしょうか？どうなんでしょうか？そしてね、そんなあなたに、まだブロックされていないあなたに、ちょっとだけ早くね、数日前にブロックされた僕からね、先輩面したね、言葉を送りたいと思います。まだブロックをされていないあなたへ、胸を張って生きろ。己の不甲斐なさにどれだけ打ちひしがれようと心を燃やせ。もっともっとツイートしろ。そして今度は君たちがブロックされ、日本を支える柱となるのだ。はい、というわけでね、今回ね、ブロックされている件について面白おかしくね、お伝えしましたけどね。果たしてね、国会議員がこういうことをしてっていう思いもある。僕もあるよ。だからそういったね、僕の思いはね、10月15日、ニコニコチャンネルで、YouTube じゃなくてね、こちらとね、もうね、
ワクチンのリスクとかもね、しっかりと伝えられるから、ここで僕の思い伝えたいと思います。ブロックとかね、どうなんですかという思いね。はい。動画の説明欄からね、チェックしていただければと思います。あとですね、明日と明後日は、リアルの講演会活動があります。10月9日は、札幌に伺います。札幌でございます。動画の説明欄にね、リンク貼っておきますけれども、長尾先生、宮沢先生、藤沢先生、鳥だまりさん、すごいメンバーの中に私も講演をさせていただきます。それから、10月10日はですね、これ僕の自主講演という形で、ね、自分で会場を手配して、もう一人でやっていく、回っていくというスタイルの青森版を行いたいと思います。これね、事前アンケートでね、30名以上の方がね、参加してくださいそうだったけどね、今のところ申し込みがね、15名ぐらいということでね、あれと思ってますね、皆さんね、忘れずに、参加希望者は、この一つ前の動画、この一つ前の動画にね、参加希望とコメントいただけると助かります。はい、これからもですね、心を燃やして頑張っていきます。以上、藤井でした。ごきげんよう。体に気をつけて、また会いましょう。